三国志には魅力的な武将がたくさん登場するが、遠家の武将といえばやっぱり顔料文集。早々に下ってしまいますが長江なんかもそうですね。あとは以前解説したこともある菊儀とか。だがその多くは、遠家の全盛期、つまり炎章存命中に亡くなったり、あるいは他の勢力へ移った人物が大半なわけだ。そこで今回は、炎章没後に活躍した遠家の猛将について解説していこう。遠家の後始末、どんな怪獣が暴れ回ったのでしょう。今回解説するのは、覚炎だ。覚炎は義書の昇陽殿、火器殿、蒸気殿、宝徳殿、職所の馬長殿と複数の列殿に分散して登場するが、いずれの殿でも、活躍する時期はほぼ同じだ。つまり特定の時期に限り大きな存在感を見せた、太く短い人物ということですね。時は建安7年、202年。河北第一の勢力を誇った炎章が病没した。関東にて炎章を破った早々でさえも、炎章がなくなるまでの2年間は河北の進行に慎重だったものの、これをチャンスと見て、この炎端炎章が駐屯する霊陽に向けて進行を開始した。そこで炎章は早々に対抗するため、3つの手を打った。まず関中に使者を送り、馬頭、関水の協力を要請。次に、加藤軍の兵糧にて南郷土の前右湖中線に反乱を起こさせる。そして覚炎を加藤大主に任命し、兵州志士の交換ともに、彼らもまた加藤軍に侵攻させた。交換は炎家の親戚筋ですけど、覚炎は炎章配下の武将だったんですね。火器殿によると、覚炎が加藤に入ると、行く先々の城や町は全て降伏していったとある。まさに向かうところ敵なしって感じですね。しかし、ついにその進撃を阻むものがあった。それこそが火器。この時交流県庁の代行という立場にあった彼は城を固く守り、簡単には落とせなかった。そこで覚炎は兵糧の湖中線を呼び、両軍合わせて城を包囲。さすがにこれには耐えきれず、火器の命ばかりは助けてほしいという住民たちの嘆願もあった結果、それと引き換えについに交流も陥落した。さて、覚炎はそうした火器の能力や名声を知って、ぜひ仲間に加えたいと思った。火器、お前の才能と名声は聞き及んでおる。殺すには惜しい。遠家に下れ。お前も鬼にならないか。しかし、火器はこれに従わず。抜かせ。俗に屈する国士などおらぬわ。と、覚炎を恐れもせず、それに怒って火器を切ってしまおうとすると、交流の民たちがこぞって巡視しようとしたので取りやめとなった。火器殿の中に低義役によると、命は助かったものの、穴蔵に繋がれて後に沙汰を下されることになったという。また火器は以前より、領土を争う際の要地として、加藤軍政法の騎士という地を重要視しており、ここを奪われてはまずいと、あらかじめ軍に使者を派遣してここを固めさせ、その間に覚炎に追いつかれないよう別に計を巡らし、覚炎の参謀宿王を騙し、7日間足止めさせることにも成功した。一見すると覚炎は火器の後手に回っている感じですけど、わざわざ火器が手を打って騎士を固めたことを考えると、同じくここを要と気づいた覚炎の目も節穴じゃないんですよね。またこのついでに言うと、義役にはこれに関してもう一つエピソードが載っている。火器が穴蔵に繋がれている時、この事実を知った出向道という人物がいた。火器とは別に知り合いではなかったが、正義を持った人物がこのような扱いを受けていることに憤り、ある夜盗賊に扮し、火器を助け出したんだそうだ。またその時あえて声明は名乗らなかったという、彼が宿行道という河南の人であるというのを知ったのはそれからだいぶ後のことで、宿行道はそれから別に罪を得て連座されることになったらしいが、その時の火器の力では助けてやることができず、せめてもの手向けとして、彼の死後、火器は宿行道のためにも未服したんだそうだ。処刑された罪というのもきっと、誰かのために体を張ってやったことなんでしょうね。この話が載るのは、義役の遊興殿という部分で、宿行道の他にも、孫賓石、楊亜尺、方室の3人の義士の殿が建てられている。方室は過去に解説したことがありますね。族の中に単身切り込んでお母さんを助けた人でしたよね。またこの火器を助けた宿行道という人物だが、三国志執会の火器殿の注釈を見ると、近代初期の法律家であり歴史家の教信栄による、宿行道とは覚炎の参謀宿王のことではないかという推測を載せている。特に根拠は示されていませんけど、覚炎の参謀ともなれば、火器のことは実際に目で見ているでしょうし、覚炎にかかれば遅かれ早かれ命がないのも分かりきったことなので、助けようとする人物がいても不思議ではないでしょうね。さて、そんな覚炎の軍だが、昇陽殿によればその勢力は甚だ盛んだということが書かれており、また馬頭、関水の関中勢力も味方につけたとあっては、曹操側からすれば見過ごせない脅威だっただろう。覚炎の実戦能力もですけど、なんといっても炎章の戦略が光りますね。しかし、この関中勢力はなかなか動こうとしなかった。というのは、炎章が手を打つ少し前のこと、関中の軍事を総督していた昇陽もまた馬頭、関水に接近し、
それぞれの子供を人質として虚に送らせるという工作を行っていたんだ。それにこの時すでに曹操は天子を虚に迎えていますし、ここで弓引けばすなわち賊軍ですからね。このように曹操側からの脅しはバッチリだったものの、それでも積極的に曹操に味方しなかったのは、やはり遠家の国力だろう。この202年という時点では、遠征こそなくなったものの、未だ彼の勢力下にあった4州は健在。また郷土や右岸などの異民族とも親しく、いくら曹操が皇帝を擁していたと言っても、その国力にはまだ差があった。まだこの時点だと、いくら兄弟仲が悪いとはいえ、身内同士で足を引っ張り合って自滅していくなんて思わなかったでしょうしね。そういうわけで、二勢力間でどっちつかずの状態の漢中勢力だった。味方にはならなくとも、敵に回すのを牽制するという意味では、炎症が打った手も無意味ではなかったんでしょうね。さてそんなわけで、敵の勢力は大きく、またこういう時のために唾つけておいた漢中勢力も動かない。こうなっては加藤からは手を引くべきという声も上がっていたが。確かに、漢中は炎師と通じておる。しかし、それでも積極的に動こうとせぬのは、密かに我らの威名も恐れているからだ。それをここで弱みを見せるようでは、中立を装う者も敵に味方し、撤退しようにも生きて帰ることはできぬであろう。よいか、戦えば生き残れるかもしれんが、引けばそれもかなわんのだ。それに各縁は強情で、他人を打ち負かすことが好きなやつでな。何心配いらんよ。やつのことはよく知っておる。勝つ手立てはある。そう言ってまず長期を漢中に送って馬頭らを説得させ、自身は噴水に沿って逐陣した。また昭陽殿の中に引く戦略によると、この時漢中勢力の中でよく働いてくれたのが俯瞰だった。俯瞰は馬頭に対し、曹操につくことの正当性を主張し、内と外から利害を解かれた馬頭は、ついに曹操に味方することを決定。そこで馬頭は、この馬頭に兵1万を与えて加藤に派遣。馬頭伝によると、司令行為、つまりこの時の昭陽の特軍従事として付き従ったとあり、また報徳伝によると、彼もまた馬頭に従って加藤に向かった。さて各縁の動きやいかにと思えば、やはり昭陽の睨んだ通り、敵を軽んじて噴水を渡ってきた。そして昭陽軍は敵が川を半分も渡りきらないうちにこれを迎え撃つ。孫飛行軍編に言う、水を渡りてきたらば、半ば渡らしめてこれを撃つわりなり、ですね。しかし各縁もさすがに強い。馬頭伝によると、この時馬頭は矢に当たって足を負傷したとある。だがこの戦いにて各縁の命運は尽きた。報徳伝によると、この戦いにて報徳自らが各縁の首を切ったとあり、また昭陽伝や長期伝によると、高官と湖中戦もついに降伏。加藤をめぐる攻防戦は、昭陽の勝利にて幕を閉じた。お前もまさしく友だった。昭陽たちはついに各縁を打ち、加藤の憂いを取り除いたわけだが、戦後このようなことが起こった。報徳伝の中に引く疑惑による。報徳が帰陣し、袋の中から一つの子宮を取り出すと、それはまさに各縁の首だった。それを見ると昭陽は声を上げて泣き、なんと各縁は昭陽の甥だったのだという。それで昭陽は各縁のことをよく知っていたんですね。それを聞いた報徳は昭陽に謝罪したが、老いといえど、国家の賊。貴公が謝る必要はない。と、報徳を許した。主君を違えて戦場に生きる身ですから、こういうこともいずれ起こるでしょうね。さて、このように疑惑では各縁は昭陽の甥であったことが明かされたが、実はその具体的な経図は明らかになっていない。姓が違うので、昭陽の姉か妹の子というのは間違いないでしょうけどね。そこで、各縁の父兄の隠しについて考察して、この動画の終わりとしたいと思う。炎症の勢力で他に各姓の人物といえば、やっぱり角都ですね。義書炎症伝によると、角都は予習衛戦軍の人とされており、衛戦の隠しといえばやはり角科が有名だろう。曹操のブレインとして活躍し、207年の右岸征伐の直後には隠して亡くなった天才軍師ですね。また角科伝によると、角科は初め炎症に使えようとしており、炎症が使えるべき器ではないと知ると、なんと角都に対して警告を残して去っているんだ。角科と角都はかなり近い存在だったんですね。こうしたつながりを持って、角科と角都を一族だとする考えもあり、同軍同姓の人物で氏族が違うというのはあまりあることでもないので、およそこの考えは当たっていると見て差し支えないと思う。
て。一方商鞅の家系はどうかといえば、なんと商鞅もまた永泉軍の人物なわけだ。同軍の士族ですし、彰子と確氏で姻戚関係を結んでもまあ不自然ではないというわけですね。また永泉彰子と永泉確氏をつなぐものはそれだけではない。予習永泉軍といえば、三国志をある程度知る人ならご存知の通り、儒者であり名家、いわゆる名士と呼ばれる人物を多く輩出した地であり、彰子と確氏もその例外ではないが、この二氏はなんと法家としての一面を持つ士族でもあるんだ。法家といえば、儒教にのっとり徳による統治を主張する儒家に対し、法にのっとって国家の管理を主張する人たちのことですよね。まず彰子を見てみよう。五官書昭光伝や昭陽伝の中に引く先見行状を見てみると、昭陽の祖父昭光は法律にとても明るい人物だったとされており、辞退して付きはしなかったが、帝位の続官にあたる帝位制に推薦されている。その子の昭敵と昭父は東湖の金のため官につけなかったようだが、孫の昭陽はやはり三公府に召されて帝位制の官についており、早々に仕えると御師中将という、やはり管理の監査や断罪を司る法律に携わる官職が与えられている。また曹操が義王になると、帝位から解消された代理についており、晴れて国家の法律を掌握する立場になった。そういえば昭陽は肉系の復活を提唱して、たびたび議論を行っていましたね。また中に引く王鎮の義書によれば、昭陽の死後に送り名をするにあたって、代理だった時の仕事ぶりを軸に選定がされている。昭陽の子の昭育も、早々失脚後に御師中将や帝位についていますね。ではついで各氏の方を見てみよう。永泉各氏の法家としての歴史は彰子より古く、五官書各宮殿によると、まず各校という人物が、大位の続官として結相園という官職にあった。五官書の百官氏によると、やはり法律や刑罰を担当する官職だ。その子の各宮は、子供の頃父より小都律を習った。そして明帝の時代には帝位制に任じられ、昭帝の時代にはついに帝位についているんだ。各宮の子の確執もまた法律に詳しかったとあるが、より資質があったのは弟の子の確鎮であり、各宮殿に付属する確鎮殿によれば、彼は順帝の時代に帝位についている上に、彼の子の確画と確姓もまた、帝位についたことが書かれている。もはや過量ですね。そして確鎮の弟の子確揮。彼は官邸の延期年間に帝位についており、霊帝が即位すると、とうとう三公の大位になった。とうとう三公を輩出しましたね。三公を出した家系というのは、それだけでもう十分名家なんだが、各鎮殿の締めくくりには、名前が挙がっていないものも含め、なんと七人も帝位を輩出したことが書かれている。わざわざ列伝にそう記載されるってことは、それだけ永泉各氏は法律に特化した特別な家系だったんですね。ただ一つ問題なのは、ここまでしっかりした家系でありながら、各家や各都、各縁の世代だけいまいち系図がはっきりしないことだ。この三人だけ、父親が誰かわかる資料がありませんからね。ただまあさっき言ったことにもつながるが、同分同姓で氏族が違うというのはあまりあることではないし、この三人が持つつながりから見ても、彼らもまたこの帝位の家系の一員と見て間違いはないんじゃないかと思う。でも、両家でここまで法律に通じた家系なんですから、お互いどこかで通じておきたいと思うのはごく自然なことですよね。しかしまあ、もしこれが本当に正しくて、各縁がそんなエリート家系のハイブリッドだとしたら、使える主君も本人が持つ性質も、相当跳ねっ返りだったってことですよね。まあ、使える主君という点で言えば、各都や純真もそうだから。というわけで、エリート家系の異端児各縁だったが、どうだっただろうか。本当は前回の短編集の一つとして出す予定でしたけど、案外語る要素がありましたね。今回多く話題に出た永泉軍というのは、多くの儒者を輩出した地でもあるんだが、より古くは、法家の代表的人物、韓非子こと韓非の出身地でもある。式韓非伝によると、韓非は韓の孔子であったとありますが、かつて戦国時代、この韓のあった場所こそが後の永泉軍の一部なんですね。またその韓非の死は、儒家の中で性悪説を説いた荀子であり、その子孫が荀育や荀攸にあたる。さらに義に仕えた永泉の名士としては陳軍も挙げられるが、彼も義が建国されると御師中将になり、昭陽たちと共に、肉系復活の議論に参加している。曹操が永泉の名士を多く採用した背景には、永泉名士の中にある法家としてのつながりが、曹操の行った厳しい統治とマッチした、ということもあるんじゃないかと思うわけだ。個人の感想ですけどね。前回解説した人物の一人、李仁は、自らの伝説をもって尊公の擁護をした人物でしたね。その李仁を、強運と通じるところがあるという点に目をつけたのは私も気づかなかったな。この着眼点はとても素晴らしいと思います。考えてみれば、強運も李仁も、周りすべてが敵といった状況下で、単身主君を守ったわけですからね。本当に、視聴者の方々からのコメントには学ぶことや気づかされることがあり、見習いたいと、改めて思いました。友禅の皇太子、友禅についてだな。教義伝の中に引く歌謡国史によると、
確かに脅威は友禅に密書を送り、反乱を起こす意思を明らかにしている。そう考えると、やっぱりこのコメントのように友禅がけじめをつけるために、脅威ともども処断を求めた、という可能性は、なきにしもあらずといったところですね。これは割とスルーされがちなことなんだが、友禅は降伏後、先断権を持った当該によって表記将軍に任命されている。表記将軍はもともと、反乱を討伐するために置かれた将軍位であり、この友禅の場合、実際に兵を率いて反乱を鎮圧することはなくても、職にて起こった反乱に対して、その決裁を行うぐらいの責任は負わされたということは、彼が職の旧種である点から見てもありそうだとは思う。実際、友禅は次男以下の子供がいたにもかかわらず、家を継がせたのは六男の友順だったわけですから、警戒心をと仮説つつ家を守るためには、元皇太子たる友禅を後継者から外し、いざとなれば捨て石にするぐらいのことは、職が滅んだ時点で決定済みだったのかもしれませんね。前回解説した人物の一人王冠は、その忠義の行動が評価されて皇帝から表彰された上に官職まで賜った人物でしたね。前回王冠を解説した際は、彼の行動に対してなぜ朝廷は官職という形で報いたのかという点について、そのバックにあったであろう政治的意図を考察した。動画内では、この一件で高くなった王冠の名声に乗っかり軍拡を行い、北方の治安を維持する目的があったのではないかと結論付けた。では朝廷はどうだったかというと、義の朝廷の権力の中枢はしばしの一派によって掌握され、皇帝総合は、芝将の心は道行く人でも皆知っている、と側近に漏らしたほど、その戦王が公然と行われていたんですよね。この公然と行われている戦王に対し、平民ですらこうなのにお前たちと来たら、とアピールする。私が義の最高に熱心だった総合という立場に立ったら、そういう意図も持たせたのかもしれないな。動画の参考文献や追記事項はブログにて掲載しております。イラスト、ブース、ブログの URL は動画説明文にリンクを貼っていますので、よろしければご覧になってください。ニコニコ動画、両つべともにご支援いただきありがとうございます。皆様の応援コメントや評価、リクエスト、広告宣伝などによって、この動画は支えられています。それではご視聴、ありがとうございました。